10月26日、劇場会いましょうで行います天空のデュエット、そのアフタートークに駆けつけてくださいます矢崎節夫さんです。見つけてきました。本当です。名古屋の方からそう駆けつけてくださるということで、なんとか新幹線乗れましたので、よかっ間に合いました。た。まだついてないです。 じゃあ、アフタートークということで、はい、金子みすゞの全集が出版されてそうです40ね、年、そうですね、私たちはその前からずっと知り合いでした。そうですね、もう20代の後半ぐらいからですからね。そうですね。はい。で、その金子みすゞさんの詩について、そしてその40年前のことについてなど、ちょっとお話しさせていただけたらと思います。はい、楽しみに、もう名古屋から駆けつけますので、よろしくお願いします。皆さん、ぜひ皆さん、いらしてください。はい、よろしくお願いし楽しみにしてください。ます。ありがとうございます。